ちは、ゆうりです。ほい。それでは今日も早く来て、自分間違えた。すいません、このグダグダのタイトルゴール、ちょっと面白いんで残すね。じゃあ今ね、あれ今いつもほいの手右だった左だったって言って、もうどうでもいいことを一瞬頭をよぎってさ。タイトルゴールがグダグダになった。ということでやり直します。はい、皆さんこんにちは、ゆりです。それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。おい、これ可愛くない？みんな。はい。あ、みんな言っとく。もうベトナムの商品は今日で終わりです。これで全部です。なので、なくなったら終わりなのでね。はい、それよろしくお願いします。可愛いでしょ、これ。ね。はい。この柄。はい。アンティーク風、パリのアンティークみたいなこの柄。はい。はい、見て。これパリのアンティーク風ワンピースですね。パリのアンティーク風、あ、これチュニックですね。チュニック。私は膝ぐらいだけど、多分150センチのさワンピースで全然いける。でもこうやって下に昨日のさ、あれですよ。ワイドパンツ合わせてけど、パンツ下にこうやって合わせても可愛いですよね。はい、ワイドパンツ合わせてます。ワイドパンツ合わせて。はい。パリのアンティーク風チュニック、これはオレンジ、そして同じ形でグリーンがあります。そのグリーンも綺麗でしょ。はい、グリーンがあります。これは9000。このインナーね、これごめん、これだけ日本製です。パール付きハイネックインナー、これ日本製ね、日本製。もう日本製だからこれは6000円。そんなに高くないから。はい。6000円。パール付きインナー。はい。ブルーと黒。ブルーと黒。はい、次。で、下これね。下がこの、はい。このパレオっぽいこういうのがついている。イタリアマダム風ワイドパンツ、イタリアマダム風ワイドパンツ、9000。はい、ちょっとこれを見せたけど、これを見せるわ。これも可愛いのよ、皆さん。ほら、可愛いでしょ。はい、これとこれがいいと思って。はい、アンティーク風レースブラウス、アンティーク風レースブラウス。これも9000ですね。アンティークフレースブラス9000。この茶色でもいいし、黒でもいいしでした。で、茶色だったら同系色で品があるよね。それで、これに、この、パシュミナのレッドを合わせたら、すごいいいなと思ったんですよ。これ。綺麗でしょ。これいいですよ。お品がありました。はい。これ限定1です。これも色違いもないです。はい。はい、アンティーク風レースブラウス9000。これも限定1です。1なんで。はい。そして次。昨日のあの、リーフ柄ワンピース。ちょっともう、ピンクは折れて、ただもう1個あった。これがイエロー、リーフ柄ワンピース、これイエロー、そしてこれがありました、レッド、はい、レッド、これも可愛いよ、はい、レッド、リーフ柄ワンピース、レッド、リーフ柄ワンピース、レッド、はい、これは9000ですね、イタリアマダムリーフ柄ワンピース9000。はい、そして形は一緒だけど、これね、形は一緒だけど、あれが違う。私とあの何ベースの素材は一緒だけど、柄が全然普通にギンガムチェックです。ギンガムチェック、
なんかあんまりベトナムっぽくないけど、どっちかって言ったらこれ韓国寄りだけど、まあいいかと思って買った仕入れたはい、これはギンガムチェックのワンピースでいいです。はい、ギンガムチェックのワンピース、ギンガムチェックのワンピース、はい、これは、9000ですね、9000ですね、9000。あ、みんなこれいいわ。このギンガムチェックだけここにポケットがある、なぜかデザインの都合上。あ、でこういうのがよく起こるのが海外の市場ですね。なんでか知らないけど、これと同じように見えるけど、これだけポケットあったみたいな、はい、ギンガムチェックのワンピース、はい、これは、9000。はい、そしてあのね、このパシュミナの新しい柄があったんです。これ初めての柄、これパシュミナの新柄のピンク、ブルーピンクね。これ1枚だけです、これ1枚だけです。パシュミナのピンク、パシュミナのピンク、ブルーピンク、はい、これ9000、これ9000、これ1枚だけあります。ちょっとあの今の白いやつはちょっと私のユーザーなので最後に紹介するね。そしてこれですよ、はい、パリジェンヌ風花柄ワンピース、はい、パリジェンヌ風花柄ワンピース、もう可愛いでしょ。もうこれなんかわざとさ、これさ、あのブルーの同じ同系色でパシュミナ合わせてます、はい、はい、パリジェンヌ風花柄ワンピース、ネイビー、ネイビーで、これは1万1000。そしてこれですね、パシュミナダークブルー、パシュミナダークブルー9000。そしてこれも一緒です。これも同じ同系色で合わせたので、こういう感じで、はい、ピンクの柄だからピンク合わせて、それってちょっと上品、 お品があるようにあるので上品になりますよね。食事会、はい、パリジェンヌ風ワンピース白 と、パシュミナですね、はい、パシュミナダークピンク、はい、でそのさっきのこの白いやつを紹介するよ。これは私のユーズドなので、はい、こういう感じになってますので、皆さんこのこれコートとかさ、こういう上着た時にさ、この柄物のこの出方がめちゃくちゃ可愛いんですよ。この海外物ってあんまりこういう柄みんな売ってないから、本当に言ってみたら分かる、あの届いたらすごいみんな、これこんなに綺麗なのってびっくりすると思う、はい、綺麗でしょ、出方が綺麗。そうです、この白のブラウスは私のユーズドなので3300円、はい、でもう一個ユーズドがこれね、はい、これグラデーションデニムのスカート、グラデーションデニムのスカート、9000円を5500円、これ春の新作なのでもう出すんかいっていうかもしれない。もうちょっとなんかいいなちょっとお洋服のサイクル早くするのと、ちょっと新しい形も考えてるから、その皆さん楽しみにしててね、はい、ということでですね、今日はこんな感じで終わっていこうと思います。いつも通りですね、早物勝ち、一点物で早物勝ちなので、はい、見られた方はすぐメールか LINE でお願いします。 できれば最近思ったのが、 LINE の方が振り返りやすいんですよ。だから LINE で申し込んでくれると とても助かります。ここに、QR コード出してるんで、それをパシャってやってもらって、皆さんもその方が楽なんじゃないかなと思うんで、振り返って見れるし、ね、はい、なので、LINE でよかったら、はい、申し込んでください。それでは皆さん、またお会いしましょう。中国の話、次回は中国の話すると思う。じゃあねー。